今のバラエティチャンネル。はい、皆さんこんにちは。動画では何パートになっているか分かりませんが、まあ、とりあえず配信は2回目ですね。はい、2回目の配信といきましょうか。前回どんなことやったかっていうと、この家を作って、で家と廃校をつなげて、でこのストーンカッター作って畑作ったぐらいな感じで、あとちょこちょこ周り探検して、海があって、あと牛見つけたりとか、そんな感じでしたね。しかしながら今僕が、やんなきゃいけないことは食べ物ですね。とりあえずまず食べ物で、鮭、まずはお魚に頼ろうかなと思いますね。ってことで鮭探しなど、ほら、いた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 、魚釣りじゃないんだよね、魚狩りなんだよね。あ、これ鮭じゃなくて、鮭じゃないけどちょっと食べたい、美味しそう、美味しそうだから食べる。待って待って、ちょっとごめんね、お命頂戴いたしますよ。君たちが必要なんだ、君たちの命がこの動画シリーズを続けていくのに必要なんです。さすがに亀は食べませんけどね。よいしょ、とりあえずまずは食べ物を確保しておきます。そうです、弱肉強食ですね。これはもう自然の摂理だから仕方がないんです。まあ、草食動物が肉食動物に食べられ、そして肉食動物を人間が食べ、そして夫は妻の尻に敷かれると、それもみんな弱肉強食の世界ですね。できるならば、まあ僕も弱々しい生き物ではありますが、ベッドの上だけでは立場を逆転して強いものでいたいですね。まあたまには弱い立場になるのもいいかもしれませんね。そんなこんなで魚を集めたんで、とりあえず焼いていきましょうか。弱肉強食の世界だと浜の市食う方やろ、まあいろんな意味でね、いろんな意味で。でもまあ食べられるのもいいかもしれないよ。食べる方も食べられる方もどっちも体験すると、まあなんていうか、視野が広がるよね。人間ってやっぱり同じことをし続けていると視野が狭まっていて、自由な発想というかそういうのができなくなってくると思うんだよね。だからこそ、まあ、食べられるのも大事なんじゃないかなって思います。ちゃんと全裸で海に入らないと環境に悪い。あー、なるほど。でもどうなんだろう、ここまでそう全裸になりたくはないかな。確かに開放感はあるんだけど、まあ なんて言ったらいいんだろうね、まあ全裸で入るのは時々でいいかなって感じ。てか自分一人が全裸になったところでだから何って感じなんだよね。だって僕らって毎日お風呂に入る時全裸になってるんだもんね。全裸全裸って言うけどさ、別に大して特別なことじゃないんだよね。裸になるっていうのは、まあ、人として生きていく上でごくごくありふけたことであるわけですよ。だから特別なのは二人で一緒に裸になるって、それは特別だよね。まあ、そういうのがいいよ、ほんと。あ、なんか昆布ブロック作れるんでしょ、これやってみよう。よいしょ、できた。あー、なんか年代物って感じだね。昆布これは燃料として使うわけ、ね、燃料なの。まあ後で試してみようか。よし、魚を焼いていく間何をすべきかっていうと、
もうこのストーンカッターを作ったせいで鉄がなくなっちゃったんだよ。だから危険を承知で行かないと、鉄がないともうあのダイヤモンドも取れないからね。よいしょ。ダイヤモンドがないとこの先何も面白いことできない気がするから、なるべく早く見つけなきゃいけないんだけど、その前に鉄なんだよね。鉄を見つけ、あ、上に金がある。だ、溶けないんだよ。こっちは、こっちに何かありそうだな。クリーパー来たらワンパンだな。ワンパンかな？どうだろう。今んとこ、鉄の防具はしっかり作ってあるんで、大丈夫だと思うんだけどね。あんまりこう、恐れずにザクザクするのはよろしくないですか。このシリーズ死んだらどうなんですか。まだ死ぬことは考えてないから何とも言えませんが、あまりにも早く終わってしまったら新しいワールド作ってやり直しですね。ここは元の道に戻っただけだね。あ、いた、クリーパー。まあ倒そう。あ、あそこにチェストあんじゃん。なるほど、チェストガーディアンか。あれ、チェスト、あんなとこにあるんだったらすぐにでも見つけそうだけどね。おっと、危ねえ。いなかったね。あ、き、え、あ、ダイヤだ。ダイヤモンドだね。あ、スーパーチャットありがとうございます。サムネに釣られた。まあ釣ったんです、僕が釣ったんです。気にすることはない、僕が釣ったそれだけだ。金のリンゴ、これは普通の金のリンゴ。ダイヤモンド2つか。じゃあ作れないな、まだ。エンチャント台は作れそうやな。そうです、皆さん今クリーパー爆発してびっくりしました。僕は全然びっくりしなかったね。普段からマイクラやってるおかげでね、この程度のことじゃ動じないんですよ。強い紳士ですね。クリーパー、この前のお礼しますよ。いやいや、そんなお礼なんてしなくていいんですよ。あなたはただ火薬を落としてくれればいい。それだけで僕は本当に幸せです。そんな爆発することの幸せはいらないんだよね。ちょっと火薬を落としてくれる、それだけでも本当にありがたいんだよね。はい、僕が求める幸せを今見せてあげよう。やった、初めての火薬だ。初めて火薬ゲットしたよ。あ、いいものあるじゃない。それで、この金のリンゴはエンチャントされたやつ？それとも普通の金のリンゴ？文字の色が違うんだよね。どっちだろう？わかんないな。なんでアクティベーター、あー、チェストが出たやつか。アクティベーターレール。ラピスラズリ。ほうほうほう、まあ、なんだかとかいいんじゃない？で、やっとか、あ、火薬もちょっとイラスト変わってんね。トロッコゲットした、素晴らしい。それで、ああ、そうだ、ハサミも持ってんだ。なんか前回のコメントでハサミでなんかクモの巣チョキンとやったら糸が9個ゲットできるよみたいなコメントあったんですけど、まあ試してみましょうか。多分違うと思うんだけどね。多分クモの巣が取れると思うんだけどな。それも、まあ、試してみましょうよ。で、そうそう、鉄を、早速、鉄の、つぐはし作っちゃいましょう。金とか、そういうもの、もろもろゲットするためには必要なんで、石のつぐはしはこれでお役御免ですね。まあ、でも今、一応持っとくか。やだ、矢をゲットしたけど、弓がないな。
やから預けておくか。それやなんていつゲットした？さっきスケートと戦ってないな。石の剣も預けといて、まあまあまあこんな感じでちょっともう一回下に行ってみましょうか。クモの巣を単体でクラフトすると移動9個。ああそんなことがあるんだ、知らんかったな。まあ、試してみようか。どっか近くにあるはずだよ。これでチキンとやったら蜘蛛のスケートできて、これがあれ糸9個にならないね。まあ、とりあえず蜘蛛のスケートしておくか。それでそこに鉄いっぱいあるな。ここにもあるね。サクサクっと巻き潰しをしておいて、あせっかくだから石で取るか。まだちょっと鉄が不足しているんで、鉄のつるはしは何だろう、温存しておきたいところですね。クリーパーかも。まあそんな来なくていいかな。僕の動画ってそんなクリーパーを重要視してないから、重視してないから。あそこにエンダーちゃんがいるな。あれ絶対目合わせてダメだね。さすがに今の防具じゃエンダーちゃんにはかなわないよね。目を合わせてはいけない、目を合わせてはいけないか。そうか、なんだかあれだな、偶然胸元が見えてしまった女性の胸元を見てしまった中学生みたいな感じ。見たいんだけど見ちゃいけないみたいな、そんな感じだよね。ぜひともそっちの方を見たいんだけど、でも見たら大変なことになりそうみたいな。おうおう、すごいとこから出てきたな。見てよく、そんなとこから出てきたね。動き早っ。何その動き、どういう、くるくる回ってんねん。届かないし、よいしょ。危なかったね。なかなか危ないぞこの戦い。これは心臓に悪いわ。かっこ棒読み。あれどこ行った、ゾンビいなかったっけ。まあいいや。お、中身はなんだ。名札、パン、おお、スイカの種。てかこれ切って全部一緒に持っていけばいいじゃん。ありがたいありがたい。それで、まあ、できるだけこうやって明るくしていって、後で探索しようとできるようにした方がいいね。おっと、スケートの音がするぞ。だが恐れずに金を集める。ゴールドラッシュですね。マグマだけには落ちんなよ。マグマの音聞こえてるからな。興味はないふりをしつつ、しっかり性的興奮を得ていく。興味がないふりっていうわけじゃないよな。まあ、あって当たり前だから。だからその、なんだろう、見てませんよアピール的な。でもやっぱり、旗から見たら見ていくのがバレバレみたいな。そういうシチュエーションであれなんすか。女性の方って燃えたりするんですか。年下好きの女性の皆さん、男子中学生とかついつい見ちゃいますよ。見ないのは不可能だよね、胸元とかね。あとなんか週刊誌の表紙と水着のグラビアとかね、見ないでいるのが難しいよね。流れよ水、これで下に行けるね。